はい、こんにちは。今日は車軸回転体ということでこちらを見ていきたいと思います。二曲線 y イコール x 二乗と y イコール x の3分の1乗で囲まれた部分を直線 y イコール x の周りに1回転してできる回転体の体積を求めようといった問題ですね。これなんですが、ちょっと図を描いてみると xy 平面がこうありまして、で、y イコール x っていうのがこうあるよと。で、y イコール x 二乗っていうのはこういうグラフですね。ここが1で、ここも1ですよと。で、x の3分の1乗ですから、これはこっち側ですね。こうなっているよと。これが y イコール x の3分の1乗。で、この囲まれた部分の、これを y イコール x の周りに1回転するよってことなんですが、じゃあこれを、こっちに折り返しましょうか。この y イコール x の3分の1乗、こっち側に折り返すと、これちょうど、この y イコール x 二乗含みますよね。こんな風になっていくよと。この y イコール x 二乗よりも下側にできますよと。これっていうのは、今 y イコール x の3分の1乗なんですが、要するに y イコール x で折り返すってことは、これ逆関数になりますよってことですね。y と x を入れ替えたもの。これ y と x 入れ替えると、x イコール y の3分の1乗。で、これ3乗すると、y は x の3乗になりますよと。つまりこれの逆関数っていうのは、これは、y イコール x の3乗ですよっていうことですね。これが y イコール x3 乗。じゃあ y イコール x2 乗と y イコール x3 乗っていうのはどっちが下側になるかっていうと、0から1、この範囲では、x が0から1の範囲では、x2 乗の方が大きくなりますよね。どっちが大きいかっていうと、この範囲では、こっちが大きくなる。例えばじゃあ x2 分の1にしてみると、2分の1に2乗すると4分の1。さらに2分の1するので、ここ8分の1になりますね。これとこれ比べたときはこっちの方が大きいよと。まあ0から1の範囲であればこっちの方が大きくなりますよと。ということで、x2 乗の方が上側、x3 乗の方が下側になるので、つまり x2 乗をすっぽり含むような形でこういう風になりますよと。じゃあ、ここで囲まれた部分っていうのは、要するに、ここの部分ですね。y これ x3 乗のところだけ考えればいいということになります。で、これを y これ x の周りに回転するよと。つまり、y これ x3 乗を、0から1、ここの部分を y これ x の周りに回転しますよ。その体積を求めてくださいねということを言ってるわけです。では、これ普通に考えると、これ、車軸回転体なので、この斜めの軸の回転体ですから、この軸に垂直に切って、ここの回転体、ここの面積ですね、断面積を出して、で、それをずっとここからここまで足し合わせてっていうことでやりますけれども、今回、この、傘型積分ですね。傘型積分でやってみたいと思います。傘型積分って言って、斜めの、この軸に垂直に切るんではなくて、X 軸に垂直に切って考えるというやり方ですね。その方が割と計算が楽になるの場合が多いのかなというふうに思います。どういうふうにやるかっていうと、y イコール x に垂直の部分で切りますよと。ここで切ってあげると、ここを x としましょう。で、ここからちょっと進んだところ、この区間デルタ x としましょうと。ここは x 足すデルタ x ですよと。この区間をデルタ x としましょうと。微小区間ですね。ちょっと進んだところ。デルタ x はすごい小さな値というふうに見てあげましょうと。そうすると、この部分っていうのはここの部分になりますよと。これをこの軸の周りに回転しますよってことですね。そうすると、ここ本当は膨らみがあるんですが、ここの部分は直線というふうに見れますよと。このデルタ x をすごい小さい区間で見てあげると、ここは直線というふうに見てあげてもいいだろうと。いうことで、これ平行四辺形というふうに考えて、これをこの回転しましょうと。そうすると、これ円錐になりますよね。つまり、ここの部分だけちょっと抜き出すと、こういった状態ですよと。こうなって、こうなってるわけですね。で、こうですね。ここの中の円錐をくり抜かれた形ですね。ここの部分っていうのは、この平行四辺形というふうに考えると、この平行四辺形、この平行四辺形をこう回転してますよと。つまり、ここの部分を表しますよと。この平行四辺形をこの軸、y イコール x の軸でこう回転すると、ここの部分の体積になりますよということですね。これを求めたいと。で、これっていうのは、要するに、この上側のこの円錐ですね。上側のこの円錐から、と下のこの円柱がありますよと。上のこの円錐と下の円柱。足す、引く、この中をくり抜いたわけですね。ここの中のくり抜かれるこの円錐ですよと。いうふうに見てあげると、そうするとこの円錐とここの上の円錐っていうのは等しいわけですね、体積は。同じ形してるので、ちょうど等しい体積ですよと。
合同な円錐ですので、体積等しいよ。ということで、結局、上の円錐足す下の円柱引く、このくり抜かれる円錐っていうことは、この円柱ですね。この円柱の体積になりますよと。ということは、ここの斜線の部分の体積っていうのは、この円柱の体積ということになります。これを回転したここの体積っていうのは、円柱の体積に等しいよということになります。じゃあ、ここの円柱の体積は、ここの底面の円の半径とここの高さが出ればわかりますよね。じゃあ、ここの長さって何かっていうと、ここっていうのはここの部分ですね。ここ。ここですよと。つまり、ここですね。ここと等しいよと。じゃあ、ここの長さっていうのは、これ1対1対ルート2。ここ45度ですので、1対1対ルート2。で、ここは今、デルタ X で取ってるので、デルタ X のルート2倍。ルート2のデルタ X ということになりますよ。じゃあ、あと半径はっていうと、半径は今、ここですね。今、これを回転しているので、今、ここっていうのはここになりますよと。つまり、ここの長さの、これも1対1対ルート2ですから、ルート2分の1ですよと。ここの長さっていうのは、これ、引くこれですね。つまり、x から x3 乗を引きますよと。x 引く x3 乗がここの長さ。これのルート2分の1ですよと。ということになります。で、これで出ますよと。じゃあ、あとはこの円柱の体積はっていうと、これの2乗 π ですね。つまり、これ2乗すると、2分の1の x-x3 乗の2乗ですね。これ2乗の π。で、この底面積。で、高さがこれですから、これにルート2かけて、デルタ x ということになります。これが、ここの回転した部分。ここの部分が回転した体積ですよと。で、つまりこれがデルタ v になりますよと。デルタ v っていうのがこれになります。ここの微小区間の部分の体積ですね。回転した体積がこれですよと。で、あとはこの定義から、デルタ x っていうのを、要するにここの、ちょっと進んだこの長さを0に近づけていくよと。これをずーっと0に近づけたとき、すごい細かくしたとき、ちょっとだけ長さを取ったときってことですね。0にすごく近づけていったときには、このデルタ V っていうのは DV になるわけですね。つまり DV になるよと。で、こっちは DX になるよと。つまり2分のルート2 π の x-x3 乗の2乗の DX になるわけですね。で、これがここの部分の体積。で、これを、x を0から1まで積分すれば OK と。これを0から1まで積分したのが、この部分を回転した回転体の体積。つまり V になりますよと。V っていうのは、この0から1までのこの積分ということになって、あとはこれを解けば OK ということになります。では、あと解きましょうと。まあ、これは、まあ、普通に展開してやりましょうか。x2 乗、マイナス 2x4 乗、プラスの x6 乗ですね。これ積分するので、3分の x3 乗、マイナス5分の 2x5 乗、プラスの7分の x7 乗ですね。で、これで0と1台にする。0の時は0ですから、1台にすると、3分の1引く5分の2足す7分の1と。で、これ計算すると、105分の35引く42足す15ですね。ですので、8ですね。105分の8になるよと。ということで、こうなります。ということで、今、ここの部分計算したら、105分の8。で、2分のルートに π をかけるので、105分の8かける2分のルート2の π ですから、4ルート2ですね。105分の4ルート2π ということで、これが求めるこの回転体の体積ということで、できましたよと。まあ、こんな形で、この傘形積分、要するにここの軸に垂直な部分で切って、こう回転するよと。こんな方法もあるので、まあ、知っておくと便利かなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。